厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。先週出したワーグナーの動画はご覧いただけましたか？ワーグナーといえばその壮大なオペラの世界が魅力なんですが、なんかオペラって難しそうだし長いから簡単にはチャレンジできないなって思っていらっしゃる方いませんか？そこで今回は日本が世界に誇るテノール歌手でもあり日本最大の声楽団体二木会のトップも務めていらっしゃる福井圭さんにワーグナーの7つのオペラのあらすじと見どころをたっぷり解説していただきました。福井さんは35歳の時にワーグナーの孫ボルフガング・ワーグナーの演出で行われた新国立劇場の公開記念公演で主役のローエングリーン役に抜擢されて以来ワーグナー作品のほとんどを手掛けてこられました。まさに今日本でワーグナーを語っていただくなら福井圭さんということで、今日の動画ぜひ最後までご覧ください。福井さんに今日はワーグナーのオペラの魅力を教えていただきたいです、はい、そうですね。ワーグナーっていう人は音楽だけではなくて自分のオペラの物語そのものを台本ですね、要はそれも全て自分で書いてるんですね。ですから自分の本当にこうやってみたい思いのそういうものが全てそのオペラに全部入ってるっていう、そこがすごいところでもあり、やっぱりワーグナーのオペラの一番の魅力なんだと思うんです。普通は作曲家は台本があってその台本に対して音楽をつけていくってどうしてもそういう形になるんですよね。ですからいろんな台本とか戯曲から起こしたオペラのためにもちろんまたセリフは練り直すんですけれども、でもそれあくまでやっぱり他人の言葉であってそこに対してやっぱり自分はこうじゃないのになって思いながら音楽をつけてるみたいなところがやっぱあるわけですね、でもワーグナーの場合は自分が全て台本まで書いてるわけですから、その自分のやりたいドラマをそのまま書いて、さらにそれに自分の作りたい音楽をあふれんばかりの音をそこにこうまとわせてですね、そういうことをやってる作曲家ってね他にほとんどいないので、そこが一番魅力かなと思いますね。言い古されている言葉ですけど本当に総合芸術っていう、本当にそうだと思います。今でこそ例えばシンガーソングライターとかね、よく言いますけれども自分で全てプロデュースして演出もしてましたでしょうし、指揮もある時は振っていたと思うんですね、ですから作詞作曲演出プロデュースもうディレクターもやって、でなんとか王様からねお金をいただいて自分のオペラを上演するためだけの劇場をそこに建ててしまったわけですから、バイロイト劇場ってですね、それくらいのプロデュース力を持っているすごい人なんだと思うんですよ。それはオペラが面白くないわけがない、なるほど、と思いますけど、初心者の方、特にまだワーグナーのオペラどころか、オペラすらまだ見たことのないという方にも選んでもらえるように、一つずつどんな作品なのか魅力も聞いていきたいと思います、はい、まずさまよえるオランダ人、さまよるオランダ人っていうのは亡霊船っていうかですね、海の上をさまよっているオランダの幽霊が乗っている船っていうのが7年に一度ある岸にたどり着くんです。でそこに乗っているオランダ人は自分が救われたいっていつも思っている。でその時に彼のことを愛してくれる女性がいた時に初めて彼は許される。でそういう女性に巡り会えないとまた7年間旅に出なければいけないみたいなね、そういうお話なんですけれども、その中で彼の男としてのいろんな思いっていうのがそこに描かれていて、彼を運命的に愛する女性っていうのはゼンダっていう女性がいるんですけれども、その一途さっていうんでしょうかね、その女性の一途さで、そのオランダ人のために本当の愛っていうものを示すために彼女は自分の命を投げ打って海に飛び込んでいってしまう。それによって結局オランダ人は救済されていくっていう、このオランダ人っていうオペラも俗世間的な人間が出てきて船長が出てきていろんなことをやってそれにこう
絡むんですけれども、でもその純粋な善打の愛っていうのが貫かれることによってそのオランダ人を救済していくっていう、まあ、とても分かりやすい。オランダ人は幽霊な亡霊なんですけれども、でも救われない思いっていうのはね、本当にもう私たちから見ても身につまされるような、あの、ああ分かるよっていうような、そういう思い、それがどうやって救済に至るのかっていうところがどんでん返しがあったりですね、そこはとても面白いところなので、ぜひその彼の心の移り変わりだとか、そういうものを見てみてください。もうそれが一本でも通ってるので、そこに載ってる水夫の合唱とかですね、そういうのもとても耳なじみのいい、とても素敵な曲もありますし、全てが船の上の中でお話が全部進んできますので、時間的にもちょうどいい話かなと思うので、これはもう初めて見る方にはおすすめかもしれません。続いてはタンホイザータンホイザーという人物ははっきり言って褒められたものではないんですけれども、最初はベーヌスベルクって、ベーヌスとはヴィーナスですね、ヴィーナスの館っていうところで女性を周りにはべらせてこう乱痴気騒ぎをしてるみたいなとこから始まるんですね、要はもうそういう男性としての欲望っていうものを満喫している、本来だったら本当に救われないようなどうしようもないやつなんですよ。でもそこに一人の純粋な心を持った女性が現れることによって、やっぱり最後には救済されていくって、さっきのオランダ人とほとんど一緒のような話なんですけども、実はワーグナーのオペラっていうのはあるヒーロー的な男性がいて、でその男性のために一途に思う女性が彼の思いを成就させるっていうことのために自己犠牲をするっていう、まあ、そういうパターンのものがすごく多いんですね。確かに、だから女性が見るとんって思うかも、そういう部分はあるかもしれません。でもその女性の一途な思いっていうのは、やっぱそれはそれでとても素敵なドラマだし、女性を描いているので、でもタンホイザーは歌を歌うと素晴らしいんですよ。でその後もうそこは飽き飽きしてきてですね、そこから抜けて旅に出て自分のふるさとに帰ってくる。でそのふるさとでは親方たちマイスターたちの歌合戦をやってるわけですね。でそれはこの後で出てくるマイスターゼンガーっていうオペラとも共通してるんですけども、で周りの騎士とかそういう人たちは一生懸命女性を讃えよう、いやもう女性は美しくても聖なるものだ、それを汚すことなんてありえないってみんな歌ってるんですけども、タンホイザーはそのうちそんなことはない、やっぱり女性っていうのはもう愛っていうものとしてあるべきものだ、女性と男性は愛し合うことによって初めてそこには何かが生まれるんだっていうことをもうとうとうともう語るわけですね。でもうそれによって周りからはなんてこと言うんだ、みんなにこうやってもうあって問い詰められるんですけども、そこに一人の女性が現れて、彼はそんな人間じゃありません、本当は多分ちゃんとした心を持っていますっていうんで、その女性のそういう思いが通じて彼は懺悔の巡礼の旅に出るわけですね。で旅に出ていくんですけれども、やっぱりダメだ、本当に情けない、もう情けないんですけど情けないんです、本当に情けないんです、情けない、もうダメだって言ってるんですけれども、結局最後はその女性エリザベトが自分の命を捧げることによって彼は最後には救済されていくっていう、まあちょっと都合のいいお話ではあるんですけど、人間の男としての欲望っていうものと聖なるもの純粋なものとのこの間の振幅がコントラストがすごいんですよ。多分人間の中にはその両方があるっていうものをやっぱりワーグナーは多分書いてると思うので、タンホイザーの友人でエリザベトのことをすごく思ってる、一途な男性が出てくるんですよね、そうですね、彼とタンホイザーのその対比みたいなのもすごく面白いなと思うんです、そう、オイフラムっていう、まあ、バリトンの役の人が、彼は実はそのタンホイザーを愛している、一途に愛しているエリザベトを思ってるんですけれども、でも彼は騎士なので、ちゃんと節度を守っているんです、いつも彼女の半歩後ろにいるんですよ。で彼女の思いが何とか叶うように成就するように脇で見守るって、またそこも渋い男ですよね。そうなんです。彼の歌う夕星の歌っていうアリアがあるんですけども、はい、ワーグナーのオペラのアリアの中でも1、2を争う素敵ないい
アリアかもしれません。タンホイザーっていうね、もう本当にこっちの極端がいて、ボルフラムってやっぱりそっちの素晴らしい、でやっぱりその両極端をちゃんと描いてるんですね。で女性は女性でエリザベートっていうやっぱり純粋無垢な女性と、それからヴェーヌスっていうそういう存在、まあこれこうですねどっちかっていうとね、あえて多分そういうもう本当に両極端な人間とか、まあ、神なのかわからないですけれども、を描くことによって人間というものの持っている最高最低っていうものを全部描いてる。これは多分なかなか他の作曲家では描けないかもしれない。そうですよね、うん、それはやっぱり自分が全部台本も書いてるからと思うんですね。じゃあ続いてローエングリーンお願いします。実はね、ローエングリーンは私がワーグナーを初めて演奏したオペラなんですね。あ、そうですか。1997年に東京の初台っていうところに、はい、新国立劇場っていうオペラ、はい、バレエ演劇の専門の劇場が新しくできまして、はい、その時のこけら落としの公演だったんですね。すごい。もちろんいろんな歌い手のオーディションがあったりして、うん、ワーグナーなんてまだまだ早いんじゃないかなって思っていたんですけれども、そういうお話をいただいて、でその時の芸術監督だった畑中洋介先生が、私にはまだ早いんじゃないでしょうかっていうふうにちょっとお伺いしたんですけど、いやこのローエングリーンはワーグナーのオペラの中でもリリカルなって、まあそれは明るい、どっちかというとあの性質の役だから頑張ればいけるんじゃないかというようなお話もいただいて、なんとか初めてワーグナーを歌ったっていう、そういう思い出もある。でその時の演出はボルフガング・ワーグナーさんって言って、もうこのリヒャルト・ワーグナーのお孫さんなんです。バイロイテでもずっとね、あの中心になって演出なさってましたけれども、はい、その方が演出されて、とても本当に印象に残ってる、思い出に残ってるオペラですね。でローエングリーっていうのはエルザという女性が、まあ、自分の弟殺しかなっていう疑いをかけられてるわけですね。でも彼女は、いや絶対そんなことはないです。で彼女はすごく信念を持って、ね、いる女性なんです。でその信念の持っている女性のところには聖杯の騎士、聖杯っていうのは要するにキリストの血を受けたとされるカップというんでしょうかね、器があるんですけれども、それを守っている騎士がそういう女性を救いに来るという、まあ、そういう話が伝わっていて、私にはそういう救いの人が現れるでしょう、でも予言してるわけですね。そうするとみんなは、いや何を言ってるんだ、また嘘ばっかり言ってって言ってるんですけど、そこに白鳥が舞い降りてくるわけです。でその白鳥はある騎士を伴ってやってくるわけですね。でそれがローエングリーンっていう、でローエングリーンという騎士がある彼女を攻めていた人と決闘をしてですね、見事勝つんですね。聖杯を守ってるぐらいの騎士ですから当然強いんですけれども、でそのエルザと今度結婚式を挙げようっていうことになる。ただ一つ条件がある。私の名前を聞かないでください、どこから来たのか、どういう人間なのかを絶対に尋ねないことっていう条件を作れるわけですね。で式がありました。で終わってその二人きりになった時に、やっぱり彼女の心にはふって何か疑問がよぎってくるわけです。なんで彼は名前を教えてくれないんだろう、素性生まれとかそういうものを私だけには言ってほしいっていう、やっぱり思いが出てくるわけですね。まあ、その思いがなぜ出てくるかっていうと、まあ、それの前にいろいろな悪いことをこう脇から吹き込むような、まあ、悪い奴らがいるんですけれども、でも大きなやっぱり筋としては、彼女のその一つの湧いてくる、人間っていうのは必ずそうだと思うんですね。何かがある時には全て本当に信ずることができるかって言ったら、んで何かこう小さな疑いっていうのがやっぱり何か出てくるかもしれない。でそれがだん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 大きくなってきて、もうエルザはローエングリーンは必死になって止めるんですけれども、でももう自分は我慢できない、あなたの名前を教えてってことを言うわけですね。でもローエングリーンは実はそういうふうに問われた時には元のところに帰らなければいけない、そういう約束をしてました。ローエングリーンの一番最後で自分の身分を明かすそういうシーンがあるんですよ。実は今パルシファルってオペラを今度歌うことになってるんですけども、ちょうど今日もその稽古の後に、そうなんです、実はそうなんですけども、はい、そのパルシファルっていう人はローエングリーンの実はお父さんっていう設定になってるんですね。そこで私の父はパルシファルである、で私はその聖杯を守るところからやってきた騎士だ
ってことを言うんですよ、うん、でそのローエングリーンの父であるファルゼファルっていう役を今ちょうど稽古しているところなので、親子どちらもやられたんですね、うん、そう最後はさっき言いましたように自分の身分を明かして彼は帰ってくるんですけれども、でその代わりに彼女が最初に殺したんじゃないかっていう疑いをかけられていた弟が逆に戻ってきて、でロエングリーは去って、でエルザはやっぱり最後命が尽きてしまうっていう、まあそういう話なんですけれども、神話の世界って結構そういうの多いなと思いました、うん、その顔を見ちゃいけないとか振り返ってはいけないとか、もともとはそのロエングリーンっていう話はドイツだとかそっちの方に伝わっていた神話的な話からの元に作られてるんですね。やっぱりそのおとぎ話的なものっていうのは人間のそういう疑念というか罪ではないんですよね、それが人間であるということ、でもそれによって大事なものを失ったりするかもしれない、切ないんですけれども、うん、でもそういう思いっていうのは誰しもあるんだろうなっていうのが、理性と欲望の葛藤というか、そうで、ロエングリーンとオペラはルードヴィヒっていうバイエルンの公国の国王がとっても好きで愛したオペラだったらしくて、王様はワーグナーに支持をして、でワーグナーのオペラを上演するためだけの専用のバイロイトの祝祭劇場っていうのを建ててしまうわけですよね、すごいですよね、いや本当にそうですよね、で一国の国家予算がなんか傾きかけたっていうくらい使ったって話なんで、どれだけ当時の人々がそのワーグナーのオペラを見て驚愕したのか、今の私たちが見るあれの日じゃなかったと思うんですよね。では続いてはトリスタンとイゾルデに、トリスタンとイゾルデはいろんな登場人物も出ますけれども、ほとんどがそのトリスタンとイゾルデっていうその二人の究極の愛っていうものをずっと描いてるんですね。で愛の妙薬ってあのドニゼッティにもありますけども、はい、あれの元になってるお話なんですね。実はあのドニゼッティの愛の妙薬っていう最初にはアディーナっていうその主人公の女性がトリスタンとイゾルデのお話を読むわって言って、でそこからお話実は始まるんですよ。そうですか。そうなんです。でそこからその妙薬っていうのの話が出てくる、このトリスタンとイゾルデって話はまさにその惚れ薬ですね、いうところの、をトリスタンとイゾルデが飲んでしまうことによって彼しかいない彼女しかいないっていう状態になってしまう。でそれは実際の伝わってるお話があるんですけども、その中ではその国の王様をもう騙して騙して離れていたのに、いろんなところで会って王政を重ねてっていうような話が本当はあるんですね。でそれをまあワーグナーは究極にもう本当にシンプルにやって、でその二人が愛のために死に向かうっていう、それをもう本当にこう極端までに突き詰めたもう究極の愛の物語なんだと思います。ですからそういう恋心っていうものを味わいたい人にはもう最高の、本当にもう最高の多分オペラだと思う。あのマイスタージンガマイスターズインガーはね、私は岩手出身なんですけども、岩手の田舎ですとほとんどオペラなんて見ることができないんですね、ですから本格的なオペラっていうのを見たのは大学に入って東京に出てきて、それが実はワーグナーのニュルンベルグのマイスターズインガーという、これはもうワーグナーの中でも一番長い、他の作曲家と比べてもおそらく大体一本ものとしては一番長いんじゃないでしょうか、そういうオペラを初めてのオペラ体験として見たんですね。でそうか、オペラって間に食事休憩が入るんだと思ってすごいんだなと思って、でもマイスターズインガーってオペラは喜劇的な要素もとても入っている、いろんな人が出てきていろんなことやって、恋もあれば歌合戦もあれば
すごい楽しいんですよ、うん、だったのでもう長さを感じさせずにずっとこう一本見れた、うん、その体験はすごく素敵な体験だったと思います、ね、そのニュルンベルメというドイツの町の親方たち、靴職人だったりとかいろんな職人たちが集まっていて、でその親方たちは靴を作るだけではなくて、ある集まりがあるとみんなで歌合戦をするわけですよね。その歌合戦をしてみんなでお互いの仕事であるとか、それから暮らしであるとかを称え合うということをやってるわけですね。で、それは伝統的な音楽の形、それから歌の形、詩を奏でる時もやっぱりある決まった規則があって韻律があったりして、それを踏まえた上で歌を作るっていうことをみんなが伝統っていうものをやっぱりね踏まえながらそういう歌合戦をやってですけども、あるワルターっていう若者がそこにやってくるわけですね。で歌ってごらんって言うと、若いワルターはそういう今まであった伝統だとかそういうものを全く無視した新しい、言えばニューミュージックですね、を歌うわけです。でもそれは親方たちにはいや受け入れられないで、一旦はそうなるんですけれども、そのワルターはあるザックスという親方のところに行って歌を習うんです。で物語がいろんな親方のいろんな思いもあったり、なかなかずるいやつもいたりとかで、親方の娘さんがいて、そのうちそのワルターという若者と愛し合うようになっていく。で実はザックスという親方も本当はその女性が好きなんですけれども、うん、でもやっぱりその思いを胸に秘めながら彼に歌を教えるわけですね。で歌合戦の日、彼は見事に歌うんです。それはただ教わった歌を歌うだけではなくて、その自分の持っている新しいものもそこにはちゃんとこうやって出して、さらに今までの親方たちがやってきたものも尊敬の念を込めてきちんとそこに形も作り出す、そういう歌を歌う、これはもう本当に新しいものができたんだって言って、みんな最後には祝福するっていうふうに終わるわけですね。で最後にワルターの優勝の歌っていう歌があるんですけれども、作っていく過程が面白いんですよ。でそのザックスという親方も、さっきのボルフのやつじゃないんですけれども、いつも人間を温かく見て、いろんな人がいるんだけれども、いや人間っていうのは面白いよって言って、でそれを歌に乗せていくべきだからって言って、1番あできたね、じゃあ2番、3番、4番って歌詞がねどんどん増えていくんですよ。ですからそのワルター役の人は全部違う歌詞とメロディーを覚えていないと、今何番だったかなと思いながら歌うのが結構大変なんですけれども、親方たちのいろんな思いがある、やっぱりそれが多分ワーグナーがそうやって音楽を作る自分自身がねということの、そういう様をそこにちゃんと見せてるっていうのがね、また素敵だし面白いし、音楽っていうのは作るっていう時にはただ音を並べるだけではない、いろんな人間のドラマがあって、初めてそこには音楽ってものが生まれてくるんだっていうのは多分マスター・ゼンガーは描いてるんじゃないかなと思いますね。音楽の本質は何かみたいなこともあるかもしれません。やっぱりそれは人間の営みであり、それに対する思いであると思うんですね。だから意外とその本質をついてるのかもしれないですよね。でそれをもうその長大なオペラの中で描いてるところが、それは素敵な、オペラの形です。そうですね。でもストーリーとしてはワルターの成長物語っていう感じですね。あ、それもあります。はい、これは長いは長いですけど、見やすいストーリーかもしれない、ね。見やすいですね。ええ、でその中にいろんなもう騒ぎが起きたり、ベックメッサーってとてもずる賢くて、人のそうやってやってるのそれを歌っちゃうんですよ。おお、さっき自分がやってたもの、さあどうするんだろうっていう、まあ、そういう面白さがあったりね、もういろんな要素があって、なんか連続ドラマのストーリーみたいです、はい、そうですね、ではいよいよ指輪の方にも指輪はもう壮大すぎて、お話はなかなか4夜にわたって1日に1本ずつやるわけですよ、すごいですね。一つのオペラが4日間4日間かけてやるっていうね、そういうオペラを作ってしまう。でもうその中には神様としての最高である、まあウォータンという存在があるんですけれども、そういう神々がいて、で地底には地底人のような、地底を支配する神様なんでしょうか、まあ、地底人のようなものがいて、で間にいる人間が
いてですね、あらゆる生きるもののその欲望がある一つの指輪っていうものに全部集まってくるんですね。でそういうお話なんです。でその指輪を獲得したものは全ての権力、全ての力、全てのものを得ることができるっていうような、そういうものが実は言い伝えられてて、それを神々も欲するんです。だっておそらく神っていうのは全てを作る力を持ってるはずなのに、さらにその力を得ようとするってどんだけ欲張りなんでしょう。本当ですね。でその指輪を得るためにみんな全てのものがいろいろな思いを持ってその指輪に向かっていくんですね。裏切りだったりとか、それこそ兄弟同士でも血で血を争うみたいなところがあったりとか、夫婦なんてもう当たり前に裏切るみたいな、もうだってその力を持ったら何だっていいんですもん。でも実はその指輪を持つことによって幸せを得られるのかっていうと、大抵指輪を得たものっていうのはどん底に落ちるんですね。非常に示唆的ですね、うん、それぞれがその指輪を得たものがどうなっていくかっていうのを4つのオペラにわたっていろいろ描いて描いて、力っていうものを得るための人間の欲っていうのはこれだけ凄まじい、そして虚しいよねっていうことをずっと言って、最後も結局は神様の本当だったらすごく幸せな家族を持っていて全てを支配できる存在であるはずなのに、もうその神の世界が失われていくっていう最後の神々の黄昏っていう、そうなっていくんですけれども、まあこれはもう映画でもね、ロード・オブ・ザ・リングっていうすごく壮大な映画がヒットしましたけれども、まさに人間の本当の欲望っていうものをまざまざと描いていて、またこれもすごい、うん、でその毎年そのバイロイトのさっき言った劇場に必ずそうやって4夜やるようになってるわけですね。いろいろな演出家、いろいろな演奏者で、うん、でそのためにみんながそこに集まって、で何日にもわたってそれずっと続けてやれるわけじゃないので、間を空けてやらなければいけないよね。その間だからそこでちゃんとみんなでこういろいろ旅、音楽を楽しみながらその劇場にみんなが集うっていう、うん、ワーグナーってそういう場も作ったっていうのはすごいですよね、うん、そう。それは自分のオペラをやるだけじゃない、人がそこに集う、だって言えばこう東京のような都会じゃないわけですよ。そこにわざわざ人が行かなければでもそれは見れないものなんですよね。逆にそういう場をちゃんとそこに作って、そして自分のオペラを上演するっていうのは、今ワーグナーが多分生きていたらもういろんなところに中でそういうプロデュースしてやってるんじゃないですかね、うん、だと思います。ではパルゼファルについても、はい、パルゼファルは実はワーグナーの遺言っていうんでしょうか、で自分のそのヴァイオレットの劇場でしか上演しちゃいけないっていう門外不出のもんだったんですよね、うん、まあそれが解けていろいろ世界中でやられるようになって日本でも見れるっていうふうになりましたの でだからぜひご覧になっていただければなと思うんですけれども、このパルゼファルっていうのは今までそうやってワーグナーはね、人間の欲望だとか愛っていうものの究極の形だとか、そういうものをずっとと描いてきて、いやすごいもうドロドロした人間なんじゃないのって、まあ、実際に彼は政治的な活動で国から追われたりとか、人の奥さんを取ったりだとかいろんなことやってるんですけども、最後に書いたオペラが、主人公が今まではそのスーパーマンのようなヒーローだったりとか神、絶対的な力を持ったものが主人公になって描かれてたのは、このパルゼファルっていう人はオペラの中で聖なる愚者ですね、愚かなもの、ドイツ語ではデトールって言うんですけど、これはまあ、まあ、言えばバカ者とかね、そういうふうに普通の時は使うかもしれません。それをもう散々何回も言われるんですよ私は。パルゼファル役だから、そうバカーって言われるんですけども、でもその唯一聖なる愚者のみが罪ある人の救済をすることができる、でそういうお話なんですね。主人公がある老人から問われるんです。お前の名前は？知らない。お前の両親は？父親もわからない。どこから来た？さあ何もわからないって言うんですね、うん、パルゼファルって言ってるんですけども、実は彼はそういう名前だってことすら知らないんです。全くこう自分に対して無の人間っていうものが
そういう人が主人公なんです。ワーグナーのオペラの中でそんな人が主人公になるなんていうのは今までの話の中でありえないでしょ。でも最後に彼が書いたオペラがそういう人間、ワーグナーがそういうところに到達をしたってところが一つの大きな意味を持つと思うんですよね。全てのいろんなものをなくした、もう本当に生身の裸の状態の本当にピュアな人間の状態が一番尊いんじゃないかっていうのを彼は多分最後にそういう思いに到達してそれを書きたかったんじゃないのかな。なるほど、うん、でその人間がさっきロエングリの時に言いましたけどね、聖杯を守る騎士たちがいるお城に彼がなぜか知らないけど入ってくる。本当だったら普通だったら入れないんですよ、でもなぜか彼はそこに迷い込んでしまうんですね。でそのお城には聖杯を守っているアンフォルスタスっていう王様のような人がいるんですけれども、傷を負っている、その傷はある聖なる槍で受けた傷、治らずに一生血が出続けて苦痛に苛まれながら生き続けてるんですよ。その傷を唯一治せるのはその聖なる愚者が、でも共に教訓を得る、その苦しみを分かち合った聖なる愚者だけがその彼の傷を治すことができるっていうものをずっとそれは言い伝えられてる。でやってきて、でそこにはクンドリーっていうその聖杯の騎士のお城の下の方でいつも人に水を汲んであげたり、それからその王様の傷を痛みを和らげる薬をね中東の方まで行ったりとかね、それ取ってきたって言ってやったり、いつも奉仕をしている女性がいるわけです。で実はそのクンドリーっていう人はその癒えない傷を与えたきっかけを作った女性でもあるんですね。でクリングゾルっていう悪い男がいて、その男の命令に逆らえない、これもだから彼女が実は本当大昔にやった罪業によって実はそうなってるんですけれども、クンドリーはある時には騎士たちを惑わして貶めようとする。だからその女性のやっぱりそこでも二面性を描かれてるんですけれども、純粋な女性っていうのはだからワグナーはやっぱりそれまでは描いてたわけじゃないですか、男のために自己犠牲。でもそのクンドリーっていう人間は今度そうではないんですよ。自分はそんなこと思ってないのに人に従わざるを得ない、純粋じゃない女性を主要の、ね、登場人物としてそこに描いて、だから全く無垢な人間と本当にそういう女性を主人公にしてるっていう、ね、でそのクンドリーっていう女性もその操られてそのパルゼファルを誘惑したりするわけですね。パルゼファルは何だかわからないけども、そのクンドリーからやっぱ人間としての愛っていうものをキスを受けることによって知るんです。そこには人間というものには愛があるんだってことを初めて知る。初めて知るとそれまでの人間の苦しみとかそういうものも知るんだってことがわかるんです。もう何も知らなかった人が初めて、そうキスを受けることによって彼女がそういう誘惑したりだとか、そういうものの今までの過去の映像が全てそこに彼には見えてくる。でそれまでは自分は動物が飛んでいたらもうそれ指輪で撃って食料にするだとか、何かが襲ってきたらいや自分をが生きるためにやっつけるんだって、もうシンプルにそういう生活だけをしてたんですけども、そこに人間に対するいろんな思い、苦しみだとか愛だとか焦がれるだとか、それからもちろん母親に対する愛っていうのもね、それはもともともう母親に育てられてたのであったんですけども、母親はあえて彼にはいろんなものを教えなかった。だから争いだとかっていうものも教えなかった。なので彼は知らないし、狼に育てられたよく少女って話ありますよね、人間の世界を知らないで育った。でもそれがそのクンドリーが口づけを与えることによって初めてその思いっていうのが彼の中に蘇ってくる。でその苦しさ味わうことによって逆に自分が人間としてなすべきことっていうのに今度は目覚めていくわけですね。でそれが傷を持って苦しんでいる彼を救うことだと、まあ、要するにそれまでは自分っていうものしかなかったものが人の思いとか幸せを思うっていうこと、これができるようになった。おそらくワーグナーはその人の苦しみを知る、思いを知る、そしてその人が幸せになるっていうことを自分が願うっていう、そこが人間にとって一番大事なんじゃないっていうことを最後に多分ワーグナーいろんなオペラを書いてきて到達したとこなのかなって思うんですね。
今7作福井さんの話聞いてすごく思ったのは、うん、ワーグナーはそれぞれの舞台にすごく深いメッセージとか、うん、答えのないテーマを持ってきている、うん、でそれを伝えるためにすごく設定がうまくされてるんだなと思いました。そうですね、うん、多分それは彼の中では順を追ってそういうものをこうやっていったのではないと思うんですけれども、でもいろんなやっぱり彼自身が経験をしていろんな作品を変えていろんなことがあって最後にそのパルゼファルのそういう命題っていうんでしょうか、そういうものにたどり着いてるっていうところが、うん、あすごいなって逆に今いろいろ音楽を歌ったりすればするほど感じます、うんうん、だからすごく難しいんですよパルゼファルって。全く無ゼロなんですね。本当にそれこそ透明な存在からある一人の人間として男としてのそういうものに作り上げていく染まっていくっていうそういう過程をこう描かれてるし描かなければいけない、うん、で結局そのグンドリーっていう女性も彼女はずっと自分の罪のためにずっと奉仕をしていていろいろ惑わされたりする、うん、人の思いとかによって、うん、でも最後パルゼファルがそういうふうに人間として覚醒してからは彼女はどん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 純粋になっていって、うん、最後はパルゼファルに寄り添ってパルゼファルの足を洗ってあげたり奉仕をすることによって最後は救われるっていうね、うんうん、奉仕によって救われるんですね、うんうん、今までのワーグナーのオペラではなかったなって、うんうん、思うんですよ。すごい、まあ、門外不出だったパルゼファルが、うん、今は日本でも見れるわけですね、はい、そうですね、はい、今度7月にパルゼファルってオペラ上演するんですけども、はい、東京二木会という団体で上演させていただきます、うん、二木会では今まで指輪も全曲上演してますしもうワーグナーのオペラも必ず何年に1回年に1回とかはやるようにして皆さんにそのワーグナーのオペラの魅力っていうのを伝えるっていうものを使命の一つとして二木会をやっておりますので、うん、なかなかワーグナーのオペラを、ね、上演するためには人もお金もかかるんですよ。いや壮大ですもんね。実は本当に壮大なんです。私たち歌い手はその例えばオーケストラがもう100人近くいますよね、うん、合唱も何十人それを支えるスタッフも100じゃ効かないくらいいて、うん、で舞台装置を作ったりだとか衣装を作ったりだとか全てのものを合わせて本当にもうすごい数の人間が関わったオペラっていうのができるんですね、うん、でワーグナーはその最たるもので、うん、ワーグナーのオペラはなかなかそれを上演するためには本当に大変な時間と手間がかかるんですけれども、でもそれが上演されて皆さんの目に触れるっていう時にはもうそれだけの思いと価値があるものだと思うので、うん、ぜひいらしていただいて見に来ていただければなと思います、うん、今回の演出はどなたですか。演出は皆さんもよくご存知の宮本亞門さん、うん、先日いろいろお話伺いましたけれども、はい、もう素晴らしいです。彼のそのワーグナーに対する洞察力、それからドラマの読み込み一つ一つの動きいろんなシーンの彼がおっしゃってくださることっていうのはあそうだよね、うん、でもでそれがまた音楽とすごく結びついてるんですね。彼のやっぱりその演出っていうのはいつもなんかアクティブですし、うん、そのアクティブなものからいろんなものがやっぱり出てきて、その今言ってましたようなワーグナーのね言いたかった思いだとかそういうものがね本当に出てくるんです。それがうって止まった瞬間の凄さだとか、亞門さんの演出っていうのはすごく素敵ですので、まだまだ今最初しかついてないのでこれからどういう形になっていくのかすごい楽しみですね。本当ですね、はい、音楽がとっても綺麗なんですね、うん、なので音楽のその中に浸りたい方を聞いただけで無限にこうハーモニーが広がっていくっていうんでしょうか、本当に終わりがないんですね。終わりがなくそれが世界がどん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 広がっていく、空間が広がっていく、そういうワーグナーの音楽、このパルゼファルというオペラはそれの最たるものだと思いますので、その音楽に浸るのもいいでしょう。で宮本さん亞門さんのアクティブなでもとても精神性の高い演出演技にこう見せられるのもいいと思いますし、それからみんなもうね歌い手もそれぞれ魅力的な、本当ですよね、もう本当に魅力的な歌い手が揃ってますので、すごい豪華です、うんうん、みんなそれぞれのね、うん、またキャラクターがね濃いんですよ、もう私なんか全然もう負けてしまいそうで、もう本当にいえいえいえそうです、キャストダブルキャストで今回お送りするんですけども、はい、うん、もうパルゼファル一人にとっても私とそれから伊藤辰人君っていう若い血気盛んな、うん、彼のその素敵な声の
シャワーっていうんでしょうかね、それ全く多分違うパルセファルになるんじゃないかなと思いますし、もう両日ぜひ見ていただきたい。いやそれちょっと比べてみたくなりますね、ですね。で他の役もそれぞれの役が自分の思いっていうものをみんな持っていて、でそれをみんなに伝えようとする、だからもうどこを撮ってもこう叱感する場所がない、本当にそういう素敵なオペラですので、ぜひ見に来ていただきたいです。ご自身で演じられるようになってから、ワーグナーのオペラの魅力っていうところの見方ってどのように変わられたんですか？これだけワーグナーって人は人間の中に持っているいろんなもの、要するに喜怒哀楽もそうですし心理的なもの、すべてのものを本当に深く読み込んで、それをオーケストラとそれから歌い手に自分の言葉で語らせるっていうね、すごい人だなって、やっぱり実際に演奏すればするほど思うようになりました。ワーグナーのオペラができる人というのはこういう要素が必要だみたいなのがあったら教えていただきたいんです。もちろん歌い手としてスタミナがあって、しかも細かい表現ができるっていう両方を兼ね備えた人じゃないと多分大変だと思います。でもそれよりも何よりもやっぱり人間というものを分かっているかどうかっていうことかな、一番。まあ私は全然分かってないですけど、だからも今ももがきながらやってます、例えばパルセファルだともうどういう人間なんだろうっていうのをいつも もう考えてもがいて、分かんないなって言って多分本番も迎えるんですけど、神様だったり人間だったりが苦しんでもがいてる様をオペラにしてるので、逆にそれをじゃあ今やってる自分のそのもがいてる様をそのままそこに乗せればいいのかなっていうふうに思いながらやってますけどね。皆さんはどのオペラが見たくなりましたか？今日のお話の中にも出てきたワーグナーの最後のオペラパルジファルがなんと日本で楽しめるんです。場所は東京文化会館、演出は宮本亞門さん、管弦楽は読売日本交響楽団、そして二期会の皆さんが舞台を飾ります。福井圭さんは7月の13日と16日にパルジファル役で登場します。ちなみに14日と17日のパルジファル役には今引っ張りだこのテノール歌手伊藤達人さんが登場します。違ったキャストで楽しめるのも面白いですよね。歌手で選ぶもよし、日程で選ぶもよし、両方行くもよしという4日間です。概要欄にリンクを貼っておきますので、キャストの顔ぶれなどチェックしてみてください。今日の動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンで教えてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、演奏家の紹介や楽曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシックのある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。